おい、うんち様からも動画送られてきてるぞ。誕生日おめでとうございます。家族がいて派手なことできませんでしたけどお祝いします。短い動画であまり内容ないですが29歳おめでとうございますって。おいおい、うんち様からも来てる。見よう、メドレーやん。もうお祝いメドレー来てるぞ。おめでとうございます。梅田ジャパンさんにプレゼントあります。マジか、一発芸。ハードル上がるぞ。もし狭間つながりや。シェ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 。くそ。パッキーは知ってる。シェ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 。かゆいかゆいかゆい。これ家族がいる隣の部屋でやってるからやばいやろ。アトピー感謝感謝。実は本当にアトピーにかかってしまいました。実は本当に。それがこちら。これ何、これ、めっちゃブツブツやん。あいつにアトピーを移されてしまいました。ガチで言ってんのこれ。ふざけんじゃねえよ。ほんまになんかテーブツブツになってる。ガチやん。てか結構前にアンサー待ってるぜって言ったのに一向に俺にアンサーが来ません。ふざけんなよ。お前自分のお得意の歌で俺にアンサーしろ。あと梅田ジャパンさんの誕生日お前の歌で祝いやがれ。それは祝ってくれたわ。アンサーはまたやな。最後に、もう終わり？まだあるやん。お誕生日、本当におめでとうございます。ありがとう、うんち様。最後に、最後にね、お誕生日、29歳になった感想と、29年を振り返ってみての感想を、梅田さんに、梅田さんからお聞きしたいです。感想をお願いします。どうぞどうぞ。何持ってんのこれ。まだまだこれからです。ありがとうございます。え、何何、ありがとうございます。え、それではね、これからも頑張ってください。どういうことどういうこと。バイバイ。意味がわからん。これやりたかっただけやろ。激やすぎる。もう狭間の写真出したせこいわそれ。何のカウントやったんや。頭出てきた。ボイボーイ。やばいやろこれ。どういうことだマジで。イシスかよって。マジで意味わからんねんけど。家族が近くにいたのであまり派手なことはできませんでしたかって。家族が低賃状態をさ、ガチで心配するレベルのことやらかしてるけど、やばいな。この感想をお聞きしたいですってくだりなんやったやろな。なんかこっから始まるんやろなと思わせといてからの、実は狭間ボコボコみたいな。なるほどね。行動テクかもしれへんな、これ。うん。それはちょっと予想外だったな、さすがに。二人ともアトピー頑張って、もう死ねて。うんちだから、なんかアトピーじゃないっぽいけどな。アトピーなんかな、これ。ありがとう、はざま、うんち様。コメント求めといて勝手に終了のカウントあるのってさ、やけくそやもん。未だにはざま許してないって。まあ、はざまは許してくれてるからいいんちゃう。汗もなんかな、ただの。ジンマシン？狭間せっかく言うた流したのに、このほんまやな。それでこそまあ狭間って感じやな。面白すぎるな。両方ともよくやったよ。狭間の歌詞でも深いな。孤独やから梅田ジャパンで、どんだけ馬鹿にされようともこの孤独感を埋めるしかないんだ僕は、みたいな。そういうなんか決意の表れみたいなのがなんか生きててちょっと悲壮感がやばいよな。俺は狭間が幸せになることを願ってるよ。それがこの配信なのか別にそうじゃなかったとしても俺はいいと思ってるから。
通に生かしちゃったな。ガキつかみたいな上げてからの音つきやな。最後にタイキック食らわされる的な。なんかとつきたんやけど。とつきたでいきなり。はい。あ、もしもし。もしもし。もしもし。はい。さっきのどんぐり頭の方晒し上げるの良くないなと思って、僕はとても嫌な思いしたんですよね。なるほどなるほど。僕は結構生きづらくて重たい障害を持っているので、僕が立ち上がらないといけないなって。立ち上がらないと。なるほどね。ブラッドー、じゃあクリアした。お疲れ様でした。ポチッ。はい、バイオ6作品、ランダマイザーメドレー、17時間51分52秒で幕を閉じました。ジジイ、本当にありがとうございました。さあエンディング聞きましょう。季節はいつも皮膚輝い、人の助けがあっても同じ結末なのに、風に吹かれて抱き傷しみていたいのに、すべてなど理解できないだろう。それでも1億人から一人でも僕を理解できればと本気で思ってるんだ。些細な知り合いもいなくて、ララライララライ同じ時間を分かち合うこともない、素直になれないから、友達も恋人も作れない。染められたなら、一人の孤独を慰めることができたのかい。エンディングテーマは狭間大輔さんの粉吹雪でした。そうや、一応あれちゃん、集計しようよ。集計いくらだったのか。集計金ならみんな、出ました。売上、あらりじゃないです、売上です。売上80万4941円。 What? これは過去最高か。前はさ、そうやね、多分俺売り上げが60何万円 か多分過去最高ですね。これ楽勝で超えてます。あらり605,175円。低く見積もって605,174円です。時給換算やったらそんなになよな。18で割るんでしょ。時給33,620円。そんなでもないわ、化け物やわ。やばいっすね、本当に皆さんありがとうございました。最強の誕生日になりました。感謝感謝、美味しい闇、感謝感謝、また一杯食べたいな、テリシャッ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 、ハッピースマイル。